思ったよりいっぱい取れてしまった。で、お昼になったら名物の豚足カレー食べてのんびり帰ろう。どこからか香ばしい香りが。ピザ販売してます。いかんいかん、ここで腹を満たしてどうする。ピザに負けるな私。よし、我慢我慢。できませんでした。すごいですね大谷先輩。こっちこっち。え、大谷ボール。えっ、痛い。アホや。大谷、誰やその可愛い子、彼女か。え、違いますよ。これから彼女になるかもしれないです。もう佐藤さんはそうやって意地悪するんだ。これ綺麗だね。今日入ったのよ。へえ。夜になると香りがするんだって。危ない。え、人目も気にせず突然キスする魔性の女と保健室やで。保健室なんじゃそりゃ。中尾先輩、思い出しました。ここ暑くありませんか。大谷。本名は寿清志郎、正真正銘の男なんですよ。屋上に戻るか。む、持ち投げやってる。いいでしょ、古来より代々受け継がれてきたアリスガー家秘伝のマイクロバブルシャワーだと父が言ってました。それにしても肌すごく綺麗ですね。iPhone10 みたいですね。バカ、いくらあの有名企業が美しさにこだわっているからといって。何してんのお兄ちゃん。普通にしててもキモいんだから、これ以上キモくなんないでよね。どうも。お待たせ。おお、来たか。こっちこっち。なんであんたまでいるのよ。待てとはなんだ、失礼な。それでとりあえず思いついたアイディア書いてきた。大丈夫？ごめん、まただ。やっぱ鳥苦手。苦手だって。は？お助けしましょうか。あ、私は3ミリ伸びたもん。何百年かかるんだよ。なあ、田島。もう、佐藤さんはそうやって意地悪するんだ。高く背伸びして上を向くことによって、お前の背が伸びるの。首が疲れる。嬉しい。ねえ、デラちゃんは何が怖い？は？怖いもの教えてくれたら、お化け屋敷にアイデア取り入れてあげるよ。ネットで調べてきたから。うわ、えぐい。待て、すると何か。お化け屋敷というのは怖い目をわざわざ見ることなのか。怖い思いをすると涼しくなるでしょ。それが楽しいんだよ。お前たちひょっとして特殊な性癖の持ち主なのか。誰がよ、失礼な。けど嬉しい。承認せよ。魔女なんざ、でっきれいだ。貴様、我が輩が手塩にかけたスープをよくも。今はそれどころじゃねえんだよ。スープより重大な問題があるようだな。おい、どうして我が輩を担ぐ。
成り行きだ。けど美味しい。ああ、身長伸びる方法ないのかな。毎日牛乳も飲んでるのに。タンパク質とか亜鉛とかマグネシウムも必要かな。相馬さん物知り。ヤモリの干物食べるといいよ。信じてる。けど美味しい。妖精じゃないですか。そういう少女から女性、妖精から生身の女に変化する前の貴重な時期、花は散る寸前が一番。はあ、大腸頭おかしいけど料理重いな。本当ですか。嬉しいです。お嬢様。あれ、けど美味しい。2点で7370円になります。じゃあ1万円でお願いします。よし、なでしこ、記念に1枚だ。いい顔。けど美味しい。ほんと頭おかしい。けど美味しい。でも頭おかしい。けど美味しい。行ってきます。うわ、今日も暑いな。バカ。けど美味しい。私は貴様らの担当教官、マイヤーズである。貴様らコドル6は落第候補筆頭である。おい、そこのチビ、貴様の大声はそんなものか。もっと声を出してみろ。貴様の本気を見せてみろ。はい。声が小さい。花子、カーミラ、グリフォンのところに行くぞ。断る。なぜ我が一種の命令など聞かねばならんのだ。私行きます。剣道様。カーミラは一人で留守番していてください。そうですね、さっさとクエスト報酬を稼ぎたいところですし。お任せくださいお嬢様。調子のいいやつめ。必ずやグリフォンを討ち取ってご覧に入れます。あれ討ち取るんじゃ。カーミラ、見事な曲がり方よ。それじゃあ次はさくらさん、行ってみようか。おし、キッズアップ効果。それを早く言ってよ。夏には間に合わなかったけど、冬には理想の体型になってモテまくってやる。そう、聞いてる。きつい、聞いてる。絶句した。いびきの服が破れる瞬間を。ひ、響き、後ろ、後ろ。あー、気持ちいい。いいな、俺も俺も。あー、私も私も。ねえねえ、キツネってなんて鳴くの？にゃーにゃー。キツネはコンコンって鳴くんですよ。へえ。